宮城総一は、日本の政治家、音楽家、実業家。東京都渋谷区千駄ヶ谷出身、千葉県育ち。千葉経済大学附属高校卒業1993年頃から、浦田めぐみ氏や鈴木直樹に支持。以降アーティスト、CM、劇、友などのレコーディングで、マニピュレーターやレコーディングエンジニアを始める。同時期に当時サザンオールスターズのギターリストであった。 大森隆史やミュージシャン、作曲家、音楽プロデューサー、音楽評論家の近田春夫などと出会い、2021年現在も交流がある。1993年、千葉経済大学附属高校の創立60年周年記念歌を作曲。1996年、幼馴染である高橋光平とデベロップとミュージックシステムズを結成。同ユニットの楽曲。 パシフィックが坂本隆一の音楽番組ガツオンラインで優秀作品に選ばれ同年のコンピレーションアルバムに参加。1998年大森隆は宮城の実母が亡くなった際の葬儀にサザンオールスターズ大森隆として教科を送っている。1999年イスシーナのりこに参加。宮城はドラムを担当。この曲はロッテ、シャユキの CM ソングに使われた。2000年、MIE、カイと共に宮城バンドを結成。2001年、宮城バンドは音楽プロデューサーの石川光に気に入られ、デビューが決まった。浦田めぐみ氏の紹介で、当時タワーレコード株式会社の代表であったジョージカックルを紹介され、ファーストライブはタワーレコード渋谷店で行われた。2002年、宮城バンドは、BFM で、 レギュラー番組、ミュージックネバーストップ、TBS テレビのカウントダウン TV 出演、一本の PV、一枚のマキシシングル、一枚のアルバムをリリースなどしたが、現在は活動休止中。MIE は、2007年女性二人組の音楽ユニットリル B のボーカルとして、デフスターレコーズよりデビューしている。8月、元プリンセスプリンセスのギタリスト中山かなこの、 ラジオ番組、ノーリミットにゲスト出演。10月、2001年8月にサザンオールスターズを脱退した大森隆の初ソロシングル、熱い口づけ、遠い夏2003年に1月1日発売に、宮城はマニピュレーター、サウンドエンジニアとして参加。同シングルのリズムトラック、シンセサイザー、ギターの録音は宮城のスタジオで行われた。2003年8月、 ポニーキャニオンからエンドレス、スイートヨがリリースされる。作曲は宮城、編曲は水島康隆。この曲はフジテレビ系金曜エンタテイメントのオープニングテーマに使われた。2005年10月1日、千葉市中央区にライブハウスベルトを設立。2006年2月プレオープン。2011年にヤゴールームに変更。2006年4月、 リッ冬ミュージックのキーボードマガジン4月号で、米国アレシス社の新製品シンセサイザーフュージョンについてのレビューを執筆。2007年、幼馴染の和の剣とアンビエントミュージックのユニット、宮城を結成。2009年11月22日、宮城の友人である、元ホームグローンのコン、MPC 県が、マイティークラウンファミリーのグアンチャイ、現、ホームグローンメンバーの正義自慢。 ケンタ、ゲスト DJ、ルイードなどを連れて、ベルトに集まり、ミュージックプレイヤースキャンプを開催。バンドは全員、赤いの MPC のみを使用して、ドラム、ベース、上物などのサンプリング音を鳴らして演奏した。宮城は、サウンドエンジニアを担当。2011年12月25日、富山県のうなずきホテルニューオータニリゾートで、宮城がリーダーを務めるイエローマジックオーケストラの、 カワーバンド、シエモがディナーショーを行った。このイベントの開催は、同ホテルの支配人から宮城が直接オファーを受け実現したもので、事前にホテル側が地元のラジオで CM を流したり、さらに宮城も大阪のシンセサイザーメーカー、レオンの代表取締役社長である荒川真に当日のステージに同社の大型アナログシンセサイザーの設置や、 荒川の松竹秀自役としての出演を打診し、荒川はそれを快諾。ステージ上には、当時のイエローマジックオーケストラのステージを彷彿させるアナログシンセやシンセドラムなどが並び、とても大掛かりなライブステージとなった。ステージで宮城はドラムを担当。2015年3月13日、宮城は東京都小岩のライブハウス、ジョニー・エンジェルとルームの業務提携を行う。 12月12日、大森隆史は、自身のバースデーライブを、ルームで行う。キーボード、大島康介、サックス、ホークニミツ、ベース、ローレンス・ダニエルズ、ドラム、ジェイスティックス、ゲスト、ダウンタウン・ブギウギバンドの和田静雄。宮城は、サウンドエンジニアやフライア製作などを担当。2016年2月28日、千葉県四街道市議会議員選挙に、 NHK から国民を守る党公認候補として立候補。871票2.63%を得票するも次々点で落選したが NHK から国民を守る党の祝儀選落選者高得票率ランキングで2020年時点では1位となっている。5月20日 ジャマイカからワンラブジャマイカフェスティバルのために来日したレゲエシンガーリッチー・ステファンズのライブをルームで行う。同じ日にユース・オブ・ルーツのライブも行われた。バックバンドではコン・ MPC ・ケンがベースを弾いた。宮城はサウンドエンジニアを担当。12月10日、大森隆は自身のバースデーライブを2年連続ルームで行う。サックス・ホークに・ニミツ。 ベース、ローレンス・ダニエルズ、ドラム、ジェイスティックス、ゲスト、元ダウンタウンブギウギバンドの和田静雄。宮城は、サウンドエンジニアやフラヤ制作などを担当。2017年2月25日、朝倉大輔、大輔朝倉クラブツアーシークエンスウィルス2017、ファーストクールマイナスの千葉公演が開催される。宮城は、サウンドエンジニアを担当。 3月26日、千葉県浦安市長選挙立候補者、岡野純子プロモーションムービー、ワン浦安が制作される。宮城は、音楽とビデオ編集を担当。6月10日、シャミ戦争者の高橋隆プラベートライブボリューム10千葉公演が開催される。宮城は、サウンドエンジニアを担当。2018年12月10日、キーボードマガジン2019年ウィンター号の、 YMO 決戦40周年記念特集に付属された CD に Developed Music Systems 名義で悲的人民曲が収録された。2019年4月21日、千葉県奈良市の市議会議員選挙に NHK から国民を守る党公認候補として立候補1370票を得票し37人中24位で当選。奈良市の市議会では会派、 民意の歩む会に、所属、総務常任委員会、議会法編集委員会、私有財産調査委員会などに所属。5月18日、お笑い芸人鳥肌実の鳥肌実読演会千葉公演が開催される。宮城は、サウンドエンジニアと照明を担当。10月4日、NHK から国民を守る党の公式サイトである、NHK から国民を守る党を大規模に、 リニューアルして発表。11月1日、奈良市の市議会だより184号の表紙写真は、宮城が、ニコンの一眼レフカメラで撮影した、多日日型の夕焼けである。11月5日から8日、奈良市の市議会の会派、民意と歩む会のメンバー、佐野正と木村隆史と共に、沖縄県国上軍本部長、名護市、島尻軍ザマミ村、 那覇市などを開発視察で訪問。2020年6月29日、ホリエモン新党の公式サイトである、ホリエモン新党を発表。9月12日、鳥肌術の千葉独演会、神風2年ハードコア漫談千葉公演が開催される。宮城は、サウンドエンジニアと照明を担当。9月16日、動画配信者、浜田里志参議院議員秘書の新道かな、動画配信者。 東京都立川市議会議員の久保田学とと共に NHK から国民を守る党の広報室を発足。宮城は主に党のホームページカメラ撮影、SNS などを担当している。10月26日、NHK から国民を守る党公式、インスタグラムの公開をツイッターで発表。宮城都心道が同アカウントを管理している。2021年1月29日、 立花隆氏は定例会見で、透明を NHK 受信料を支払わない方法を教える等に変更すると発表。略称を NHK 等とするとし、宮城が2月5日、NHK 等のロゴマークを制作して発表。2021年10月現在、透明は NHK と裁判している等弁護士、法72条違反でとなっているが、略称は、 同じ NHK 等であることから公式のロゴマークとして党のホームページチラシ、外戦者などで使用されている。7月3日、嵐の党の公式サイトである嵐の党を制作して発表。10月16日、近田春夫の70歳と音楽活動50周年を記念し、ゆかりのアーティストが一堂に会するパーティー、BBM シンジケートが 新木場アゲハで開催された。宮城はアイランドフロアを担当。ありがとうございます。